皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はスペース X が開発を進めるスターシップの変遷を簡単に解説していきます。スターシップってあのデカ物か。この間の打ち上げ試験で周囲に迷惑をかけすぎたみたいで、打ち上げ設備の改善をするのに数ヶ月かかるみたいね。確かちゃんとした改善が完了するまで連邦航空局が打ち上げ許可を出さないんだっけか。連邦航空局はメーデー民の中では無能扱いだからね。航空業界の規制機関だから日頃からロビー活動にさらされて骨抜きにされたこともあったわ。存在の意味がなくなるな。スターシップにはアルテミス計画の一環として NASA から莫大な支援金が出てるから、スペース X と NASA の圧力に負けてよしをしても驚かないわ。その時は連邦無能局に改名だな。マリサが変なことを言ったところで本編始めます。恥ずかしくなること言うなよ。さて、スターシップの構想は会社設立前後からあって、それが少し具体的になったのはファルコン9が成功した後の2012年で、その時のイメージモデルはこんな感じだったわ。なんだこれ。マーズコロニアルトランスポーターよ。日本語では火星植民輸送システムだね。じゃあこれで火星に行くのか。そうよ、これに最大100トンまでの人間と貨物を搭載して火星に行くことができて、火星への植民ができるように考えられているわ。ちなみに地球へ帰還できるように設計されてるね。ということは火星への片道切符じゃないんだな。マーズ1のことまだ引きずってるの？だってあれ片道切符の火星行きだぜ。しかも最後は金稼ぎの道具となって死ぬんだぜ。あれほどひどい話もなかなかないぜ。マリサのその人を思う気持ち、私にも少しだけでも向けてもらいたいわ。無茶なことを言うもんじゃないぜ。このマーズコロニアルトランスポーターは結局実現しないまま次の段階に進んだわ。次ってどういうことなんだ？次はこれ。インタープラネタリートランスポートシステムよ。日本語では惑星間輸送システムだね。さっきのは火星だったけど今度は惑星間なんだな。火星植民システムの発表から4年後の2016年に発表された計画でね。マーズコロニアルトランスポーターよりもさらに巨大かつ高性能で、このインタープラネタリートランスポートシステムは全長122メートル、直径12メートル。1段目に新開発したラプターエンジンを42機、2段目に同じくラプターエンジンを9機搭載してて、タンカーを活用することで火星に450トンの人間と貨物を輸送できるわ。450トンってすげえな。東京タワーが4000トンらしいから、10回打ち上げると火星に東京タワーが立ち、消耗品とスタッフも一緒に送れるね。火星に立ったら東京タワーじゃないな。ちなみにタンカーを活用って言ってたけど、それって何なんだ？軌道上給油ができるやつでね。このインタープラネタリートランスポートシステムにはタンカーとしても使える構想があって、380トンの推進剤を入れた状態で地球周回軌道に配置して、上がってきた2段目に補給することで月や火星にもっと多くの荷物を運ぶことができるし、もっと遠いところへ行くこともできるわ。なるほど、空中給油みたいなものか。空中給油ならぬ中給油だね。シャレのつもりか知らんけど、まあそうだな。ちなみにこのタンカーも再利用可能だから、空になったら大気圏再突入をして戻ってくるし、補給をしてまた打ち上げることもできるわ。やっぱりスペース X って感じだな。だけども、ちょっとあまりにも大きすぎて現実的じゃないねってことで、インタープラネタリートランスポートシステムの計画はなくなり、次の計画に移行したわ。さすがにデカすぎたか。次の計画は BFR ってやつでね。これが後のスターシップになるわ。とうとうスターシップが見えてくるのか。2017年に BFR と仮称するロケット計画が発表されて、前回のロケットよりも一回り小さくなる方針が伝えられたわ。あれでも小さくなった方なのかよ。全長は122メートルから120メートルに、直径は12メートルから9メートルになったわ。全長はそうでもないけど、直径が結構小さくなったな。サイズもそうだけど、見た目の色もだいぶ変わったように見えない？まあ、そうだな、白から銀色っぽくなったな。これは炭素繊維が中心だったのをステンレス鋼に変更したからだね。なんで変えたんだ？製造の容易さと高温環境に耐えられるかららしいね。製造が容易ってことは、それだけコストも抑えられるってことか。その後の2018年に1段目はスーパーヘビー、2段目はスターシップと名付けられて、2019年11月に最初の試験機スターシップマーク1の高圧試験が行われたわ。これがその映像か。
うお、なんか破裂したぜ。燃料タンクの耐圧試験をしてる最中の映像でね。考える上限まで圧力をかけたらタンクが破裂して液体酸素が吹き出したわ。そういうことか。だからこんな激しい破裂をしたのか。これで造形機マーク2の試験を中止して破棄。設計を見直したマーク3を開発することにしたわ。改善か。ここで試験機の呼び方が SN に変更されて、開発中のマーク3は SN1 となり、2020年2月に極低温圧力試験をしたわ。うお、破裂した。この破裂でデータを得られて、次のテストタンクでは構造と溶接品質の見直しに注力することにしたわ。溶接って難しいらしいしな。その結果、SN2 では試験を正常に完了したわ。改善の成果が出たな。続く2020年4月に行われた SN3 では極低温実証試験と非高圧力試験が行われたわ。うわ、なんか潰れてねえか？なんでこんなことになったんだ？これね、下に液体酸素タンクがあって、その上に液体メタンの白いタンクが乗ってるんだけど、テスト中に誤って液体酸素の圧力を抜いてしまったから液体メタンの重みに耐えられずに潰れてしまったわ。支えきれなくなったのか。ロケットって結構脆いのな。スピードとパワーを出すためには構造をギリギリまで軽くしないといけないからね、しょうがないね。なるほどな。こうやって失敗を繰り返しながら少しずつ形にしていくわ。あれ、もう終わりか。なんか中途半端だな。この後もめちゃくちゃ試験してるから紹介するには尺が足りないのよ。尺は霊夢が決めてるんだろ。というわけで次回もお楽しみに。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。あのさ、戴冠式の解説をしたって本当？ああ、そうだけど。宝石の解説じゃなくない？戴冠式くらいしか見れない宝石があるからしょうがないだろ。ふーん、まあいいけど。で、お土産は？ああ、ハロッツで買ったんだけどな、そのまま置いてきてしまったんだ、すまんな。それってさ、買うの忘れてた時に使う言い訳だよね。そうなのか、よく知らんな。私も食べたかったな、チョコレートパーフェクションパイ。じゃあ、お立ちにあげるから食ってこいよ。そうやって私が言ってる間にまた宝石解説をするつもりなんでしょ？うぐ。もうその手には乗らないからね。もっとやりたいこといっぱいあるんだよ。じゃあさ、宝石解説と宇宙解説で対決してみる？マリサが負けたらこのヘルメットね。じゃあ霊夢が負けたら妖夢を解放してやれよ。検討しとくわ。しないやつだ。